ということで今日は涼しいから外でご飯でも食べようかなと思ったら、いや後ろのなんかすすきみたいなのもうじゃあこずれようかみたいな。コンビニ行ったらこんなんがあったよ。あ、クッキングパパやねこれ。洗い分けのこだわりやから、で作る時に3個ぐらいあんねんけど、なんかカレーペーストと火薬となんか粉末スープみたいな感じで、あ、袋にも書いてるんですか。カレーペーストのやつによくほぐしてから入れてくださいって書いてんけど、これバンってあげてもったからカレーの味がちょっと薄いかもしれない。麺いかついやろ。生タイプやから湯切りしてでもすぐできんねんこれだから、あ、絶対カレーの感じが薄い気がするな。カレーの感じが薄いけど、うん、めちゃくちゃうまい。薄くても、うん、もったいないことしてるのか、さするほぐしてたらもう、あ、うまい、めちゃくちゃうまい。これ生タイプやから、あ、もうなんかまあうまいで、あのパロちゃんとかもさ、うん、うまいねんけど、まあ、あれはあれでうまいけどな。お菓子感覚やん。これもうほんましっかりとした食事として楽しめる。鶏のカレーうどんやねんけど、鶏だしの、うん、すっごい味がしっかり入ってて、だしに、うん、そうですね。あ、てか深田、そのまるちゃん別におやつ感覚じゃないから。え、いや俺はな、おやつ感覚やから。鶏もちゃんと入ってて、やっぱ大の男これだけじゃあかんと思って、うん、クッキングパパということで、あれから火がついたんじゃないでしょうか。このおにぎらずが最近売ってるんですよ、ご飯サンドという名前で。お、最近ね、ミニストップ、今回はそれを使ってきて、これと一緒に食べて、まあ、そうやな、うん、うまい。うわー、しっかり詰まってますね。でも失敗したことが判明した。はい、炭水化物が多すぎる。焼きそばでしょ、だってそれ失敗だ。ゴンブトやったっけ。ゴンブトです、ね、ゴンブトのうどんうまい。それだけ俺が言いたかったのは、それだけ。